昔々あるところに。いらっしゃいませ。カフェミステリークイーンへようこそ。今日もスタッフのしおりがおすすめミステリー小説をご案内いたします。本日のおすすめはこちら、青柳愛人さんの昔々あるところに死体がありましたと、赤ずきん旅の途中で死体と出会うです。どうぞお飲み物でも飲みながらのんびりとお聞きください。青柳愛と昔々あるところに死体がありました。赤ずきん旅の途中で死体と出会う。双葉社。本屋さんで平積みされていて、きっと目に留まった方も多かったと思います。特に私のお家の近くにある大型ショッピングモール内の本屋さんは激推ししておりました。あと有名なところではカズレーザーさんもテレビでご紹介されていたり、昔々あるところに死体がありましたは本屋さん大賞にノミネートされるなど、かなり注目の書籍です。そしてその続編となる赤ずきん旅の途中で死体と出会うは、前作とはまた違った物語。両方読み終わりましたので分けてご紹介いたします。まず手に取る前から気になっているこのイラスト、味があって私大好きです。このカバーイラストを描かれたのはイラストレーターの早乙女恵子さん。早乙女さんのイラストは CM でも目にしたりするので、この雰囲気見たことあるって感じた方もいるのではないでしょうか。実に楽しいイラスト、ずっと見てられる。でもブラックな箇所がありますよね。昔々あるところに死体がありましたの方では、真ん中で完全におじいさんが死んでる。赤ずきん旅の途中で死体と出会うでも見切れているけど、やはりここに死体が。ポップな色使いで楽しいイラストの中にブラックなものがちらほら。開く前から気になります。しかもね、このカバーイラストをペラリとすると、ででん、死体だけ書いてあって、それが光って見える。結構衝撃的です。ではまず前作の昔々あるところに死体がありましたからご紹介しましょう。昔々あるところに死体がありました。先ほどカバーイラストを見て、真ん中におじいさんが倒れていましたね。そう、この方。おじいさんが倒れているのをいろんな昔話の登場キャラクターが見に来ています。これを見て私はてっきりおじいさんを殺した犯人を見つける話なんだと思ったの。でも違いました。本書は短編になっていて、各章で異なる事件が発生するのです。目次を見てみましょう。一寸法師の不在証明、花坂主者伝言、鶴の登場返し、密室竜宮城、絶海の鬼ヶ島。目次を見るとどの昔話か一目瞭然ですね。一寸法師、花坂じいさん、鶴の恩返し、浦島太郎、桃太郎です。私はこの物語を読む前に想像していたのです。きっと昔話を壊すことなく事件があるのではないか。例えば昔話の主人公が探偵役になるとかね。しかしまた私の想像は無残にも打ち砕かれた。そう、私たちの思っている昔話は崩壊します。ヒーローがヒーローではなくなり、ヒロインがヒロインらしからぬことをします。黒いブラックです。そこがゾゾゾッとなるのです。ではこの短編の中から一つだけ密室竜宮城のストーリーをご紹介します。密室竜宮城は他の物語より原作に沿ってる方かなって思います。ではしおり紙芝居の始まり始まり。昔々浦島太郎という青年がおりました。その青年が浜辺を散歩していると、子供たちがウミガメをいじめているではありませんか。浦島太郎がいじめをやめさせると、亀は、ありがとうございます、ぜひ竜宮城にお越しくださいと言う。亀は戸惑う浦島太郎を背中に乗せ、海の奥深くへ。噂通り竜宮城は絵にも描けない美しさ。竜宮城の中で魚たちは人間の姿になれるのです。
宴会を開いてもらい楽しい時間を過ごす浦島でしたが、その後竜宮城内で伊勢海老のお伊勢が何者かに殺害されてしまいました。出入り口は閉じられ、窓からも侵入は不可能です。一体誰にこんなことができたのでしょうという物語でございます。こんな感じの語り口調で物語も進みます。そして本格ミステリーですね。さて、一体誰がどうやってお伊勢さんを殺害したのか、ぜひ読んで確かめてみてください。赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。まず目次を見てみましょう。第一章、ガラスの靴の共犯者。第二章、甘い密室の崩壊。第三章、眠れる森の秘密たち。第4章、少女よ、野望のマッチを灯せ。続編は赤ずきんちゃんがある場所にクッキーとワインを届けに行く道すがら、いろんな事件に巻き込まれてといったお話になります。赤ずきんの向かう先々には事件がいっぱい。ものすごく頭の切れる15歳の女の子の冒険活劇です。個人的には前作よりも読みやすかったですね。前作と同様に本格ミステリーであることももちろんですが、今作は探偵赤ずきんが悪党を一刀両断って感じで、とってもすっきり楽しかった。同じ作家さんだし、想定も同じ雰囲気だけど、中身はガラリと変わっています。あ、でもブラックな感じは一緒ですね。人を監禁するやつとか、いろんな中毒になってる人とか、自分の欲のためなら人を道具のように扱う人とか、そんなヤバい奴らを前に赤ずきんをかぶった女の子がスパッと犯人を言い当てる。勘とか偶然とかじゃないんですよ。ちゃんと事実からしっかりと理論を立てて犯人を責め立てるのです。先ほどの目次からどんな童話のお話かわかりましたか？シンデレラ、ヘンゼルとグレーテル、眠り姫、マチューリの少女、そして赤ずきんですね。ここを見て思ったのですが、マチューリの少女以外はグリム童話ですね。マチューリの少女は確かアンデルセンだったかな。お話のパロディってこんな風にいろんな話のキャラクターが交差するのがすっごい魅力的で好きです。最後の章はグリム童話対アンデルセン童話って感じにしたのかな。とっても面白かった。最終章は1章から3章の話が集結して、なんかね、こう青春映画とかヒーロー映画にも似た感じ。ドラゴンボール見たことあるかな。貴様、いつの間にそんなでっかいものを。へへへ、もうおしめだ、フリーザぐわーみたいな。うん、そんな感じ。両作品ともブラックで、私はとっても好みです。どちらが好きかと聞かれれば、赤ずきん推しですかね。私はスパッとバッサリ探偵がとても好きなので。赤ずきんちゃんの続編ってあるのかな、期待だな。アンデルセンのお話だと、例えば人魚姫とか醜いアヒルの子とか親指姫、赤い靴とかが浮かぶけど、どうなるんだろう、ワクワク。あ、そうそう、赤ずきん旅の途中で死体と出会うは続編となっておりますが、前作を読まなければ話がわからないってことは一切ありませんので、お好きな順番で読んで大丈夫です。さて、あなたはこの昔々あるところに死体がありましたと赤ずきん旅の途中で死体と出会うを読んで何を感じるでしょうか。私は人間の真の恐ろしさを実感いたしました。読書で感じるものは人それぞれ、100人いれば100通り、素晴らしいことです。ぜひあなたもこの物語を読んで不思議な世界に没頭してください。そして、よろしければ同じ本を読んだよしみってことで、ちょこっと感想とか聞きたいな。最後まで見ていただきありがとうございました。これからもわかりやすくミステリーの本の魅力を伝えていきたいと思いますので、読書欲を刺激したいなとか、この本ってどんな雰囲気なんだろうとか思っていましたら、他の動画も見逃さないように、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。